どうも、大ちゃんです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。実は、Twitter、Instagram、TikTok と活動の幅を広げております。概要欄にも URL が掲載してあるので、よかったらフォローの方よろしくお願いします。というわけで、今回なんですけれども、ゴジラマイナスワンの新情報がまだ解禁されていない中で、海外などで出回っている最新の噂情報を少しまとめて話したいと思います。アルキメデスの対戦、永遠のゼロなどの山崎隆監督によって制作されているゴジラマイナスワンは、これまでのゴジラシリーズとは繋がらないスタンドアロン作品であり、1954年に公開された初代ゴジラよりもさらに以前の1945年頃から1947年頃が時代設定とされていて、ゴジラシリーズでは初の初代ゴジラより以前に起こった出来事を描く作品として大きな話題になっているんですよね。特報映像の中では、尻尾によって破壊される街の荒廃に巻き込まれる人々、廃墟と化した街、巨大なゴジラの足から逃げる群衆、ゴジラによって弾き飛ばされたと思われる電車の車両、屋上で写真を撮影する記者たちがビルの崩落に巻き込まれる、おそらく電車に噛みつこうとしているゴジラなど、多くの印象的な場面を映し出してくれているのですが、まだ物語の全容はつかめていないんですよね。特報公開以降、様々な噂や情報が飛び交っているゴジラマイナスワンなんですが、現在また新たな噂が登場しております。まず、海外で広まって根強く浸透している今回のゴジラマイナスワンには、ゴジラが2体登場するという噂ですね。別の動画でもこの件は言及したのですが、先週、海外でゴジラ情報を発信している YouTuber である Dman1954 がアップした動画から再度この噂に火がついているようなんですよ。モンスターバースの情報を主に発信している Dman なんですが、直近ではゴジラマイナスワンの情報に言及する動画を数回アップしており、その中で今回のゴジラマイナスワンにはゴジラが2体登場する可能性が高いと繰り返し主張しているんですよね。情報ソースなどに関しては明らかにはしていないんですが、ここまで海外でゴジラが2体登場するという噂が浸透してしまっている理由は一体何なんでしょうか。まず第一前提に挙げられるのは、去年出回っていたゴジラマイナスワンのプロットと呼ばれているものの存在なんですよ。今現在は削除されているため、リアルタイムでは確認することはできないのですが、当時海外掲示板であるレディットとフォーチャンに長文でゴジラの最新作のプロットと称されるものがアップされて大きな話題になったんですよね。その内容では、舞台は戦後であり、核を超える兵器になると思われるオキシジェンデストロイヤーを若き科学者である芹沢博士が製造することになり、その兵器をめぐる陰謀と合わせて核実験の影響で傷を負い突然変異したゴジラとその同種が日本に上陸して戦いを繰り広げる様子が描かれるというもので、かなり荒唐無稽なストーリー展開のものだったんですよね。内容的には二次創作感が強く、一時期出回っていたシンゴジラの続編という触れ込みのプロットと同様に、ファンベースの願望が具現化したようなものだったんですが、ゴジラと核によって変異する前のゴジラと同種の生物が登場するという部分に関しては、オリジナリティがあり、面白い考え方だなって思う部分もありました。実際問題、これまでの映画に登場したゴジラと同族で同程度の大きさの怪獣というと、広い意味で例えると、ゴジラ VS スペースゴジラに登場したスペースゴジラがいますよね。あれは正確に言うとゴジラ細胞を吸収した別の生物なので当てはまらないかもしれませんけどね。あとはサイズ感は違いますが、ゴジラ VS デストロイヤに登場したリトルゴジラが成長した姿であるゴジラジュニアが挙げられますよね。体色や背びれの大きさは違えど、あれは完全にゴジラでしたね。他にも昭和シリーズの複数の作品に登場したミニラなども挙げられますかね。前述した要素を踏まえると、ゴジラとゴジラに類似した怪獣もしくは同族が映画に登場してバトルを繰り広げるという可能性はゼロではないのかなと俺自身も思うので、こういった噂が広まっていっているのも致し方ないのかなと感じます。 Dman1954 がどういった経緯と過程で昨年に出回っていた噂を再度拾い上げているのかは定かではないのですが、ちょっと気になるとこですよね。Dman1954 は直近でその情報を入手したと話しているので、
もしかしたら海外ファンダムで新たなそういったプロットというものが掲載されている場所があるのかもしれないですね。一応それっぽいものはいくつか見かけたことはあるんですが、どれも個人の考察だったので噂につながるようなものではなかったんですよね。噂話は助長されると尾ひれがついてしまうので、このゴジラが2体登場するという情報があまり盛り上がってしまうのはちょっと怖いなって個人的には考えていて、間違った方向に期待をしてしまう人が増えてしまうのではと感じています。今回のゴジラマイナスワンは12月1日から全米の映画館での上映も決定しているので、そういった点を加味すると海外ファンが盛り上がってしまうのもしょうがないと思うんですけどね。ただ別の動画で言及したのですが、個人的には今回のゴジラマイナスワンに登場するゴジラはどうもこれまでのゴジラ映画に出てきていたゴジラとは何かが違うような気がするんですよね。ちょっと言葉にするのは難しいのですが、いい意味で何かが違うと思っていまして、現在海外で盛り上がりを見せているゴジラ情報に信憑性は感じていませんが、ゴジラマイナスワンは何か隠し玉を持っているような気がしています。次に今回のゴジラマイナスワンのキャスト陣に関する噂ですね。ゴジラマイナスワンのキャスト陣は未だ公表されておらず、キャスト発表を心待ちにしている方も多いと思います。先日俺の動画でも言及したのですが、浜辺美波さんは雑誌にゴジラ最新作に出演という記載があったので、出演は確定かなと勝手に考えている次第でして、他のキャストに関してはほぼ手がかりがないんですよね。ただ海外ファンたちの中ではキャスト陣の噂情報も出回っており、その中で最も際立っているのが吉岡秀隆さん、神木隆之介さん、菅健太さん、安藤サクラさんの4人なんですよね。吉岡さん、神木さん、菅さん、安藤さんは過去の山崎隆監督の映画に出演されていたこともあり、起用されていてもおかしくないなって個人的には思うんですけど、皆さんはどう思いますか？あとちょっと面白い画像が出回っていまして、それはゴジラマイナスワンのキャスト陣のサインだと称するものなんですよね。その画像がこれなんですけど、はい、見えないですね。もうモザイク全開なんで顔もサインも何も判別できないですよね。仮にこれが本物だとしても、これだと誰が誰だかわからないですよね。もしこれが解析できた方はよかったらコメント欄で教えてください。まあこれがゴジラマイナスワンのものという保証もないので、お遊び感覚ですけどね。最後になりますが、ゴジラマイナスワンの時代設定が実は1945年から1947年頃ではないという噂ですね。特報映像には戦後の日本の風景と思われるものがいくつか映し出されているんですが、明確に闇市や復員兵やバラックなどの戦後を象徴するものはあまり映し出されていないんですよね。またエキストラの方々の服装もその時代に沿っていないという意見もあり、実は終戦直後ではなく、ある程度の復興が進んだ1950年代あたりをメイン舞台としているのではという話がちょこちょこと出てきているんですよね。映像に戦後を示唆するものなどが確かにあまり登場していないのは事実ですが、キャッチコピーであるゼロがマイナスになるという言葉のインパクトが薄れてしまいますし、エキストラでは復員兵や闇市の店員などの役柄が募集されていたこともあり、これはさすがにないかなーって感じがしますね。過去と未来を並行して描くというような演出などはあるかもしれませんけどね。公開まで3ヶ月を切ったので、そろそろゴジラマイナスワンに関する情報発信が何かしら始まると思われます。皆さん首を長くして待ってましょうね。また面白い情報が入り次第動画にします。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価よろしくね。